今回説明するのは一次式の加法と減法です。加法というのは足し算で、減法というのは引き算です。5y-w+-3y-3 はまず文字同士の計算をしましょう。 5y-3y と文字を含んでいないもので分けてください。で、5y-3y は 2y-6-3 は -9、 答えは 2y-9 になります。 -4-5n-6-8n の計算をしがついていたら、こっちの文字の符号を変えてください。で、先に文字がついているものを計算するので、 -5n+8n で、文字のない -4+6 で、 -5n+8n は 3n、 -4+6 はプラス2、答えは 3n+2 になります。以上です。